はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回は最新進化版 Wi-Fi 小型カメラというもののね、商品提供をいただきましたので、ちょっとご紹介いたしますね。商品金額は Amazon プライムで5580円になります。セット内容は本体、このカメラからアンテナまでが一つになってます。これが本体、バッテリー、それと充電用の USB ケーブルと説明書。説明書はちゃんと日本語になってます。重さは本体が 13.36g、 バッテリーが 52.87g、 充電ケーブルが 26.04g、 本体とバッテリー込みで 66.23g。 特徴としては画質が 1080p フルハイビジョン対応になってます。それと Wi-Fi の接続が可能。これは 2.4GHz のみになります。動態検知。これは検知するとスマホに警告通知が来るそうです。あと、これ赤外線の LED がついてますので、暗視モードがついてます。バッテリーが満充電の時には、4時間の駆動ができます。また充電しながらも撮影ができるので、ずっとね、撮影することができます。画像はループ録画になってますので、古いやつはね、消されて上書きいう形になります。もうほとんどね、ドライブレコーダーの世界ですね。ちなみにバッテリーの充電時間は7時間から8時間。もちろんマイクもついてますので音も取れます。本体には充電用のマイクロ USB の端子。あとスイッチのオンオフ。スライドスイッチになってます。あとリセットスイッチにマイクロ SD カードの挿入口。それとマイク、ずっとケーブルの先にカメラと赤外線の LED、 それと本体からアンテナが伸びてます。なかなかね、可愛いアンテナがついてますね。スイッチを入れるとちょっとね、分かりにくいんですけど、このね、マイクロ SD カードの隙間からランプが見えます。赤色とね、青色がついてるんですけど、この赤色がね、スイッチをオンにすると常時点灯。それで充電時はね、満充電になると赤色のランプが消えるそうですね。あと、この青色のね、LED の点滅は今 Wi-Fi にね、接続されてませんいう状態です。接続されると青の常時点灯になります。ソフトに関しては上下反転とかね、左右反転とか、
あとこれ赤外線のライトオンオフですね。あと暗闇と昼間の自動モードとかね、設定できます。この T に関してはねよくわからないんですけどね、まあこれ飛ばして、これあとね画質としては 4K2K1080p720p がね撮影できます。あと下にねこういうスイッチ類がついてますね。あとこういう感じで全画面表示になります。お分かりになりますかね。ちょっとレンズがね赤みを帯びてますのでね、被写体によってはね撮る動画によってはね赤色を帯びたような感じのね画像になってしまうことがあります。まあこれはねあと画像の編集ソフトなんかで色合いの調整をしてやるとね直ります。まあ、品物がねカメラとか本体とかねアンテナバッテリー、これセパレートになってますからね、なんかいろんなものの中に組み込んだりしてね、これからちょっと遊んでみたいなと思いますね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。